首の皮一枚でつながったが、お前の闇はすぐそこだ。ひたすら暗い闇の中に落ちるがいい。俺のターン、ドロー。アクションマジック、マッドハリケーン発動。このカードは自分の場のカードを全てデッキに戻す。榊選手のフィールドからカードがなくなった。ユウヤ、一体何をするつもりだ。俺はエンタメイトひっくり返るとエンタメイトチアモールでペンデュラムスケールをセッティング。これでレベル4のモンスターが同時に召喚可能。揺れろ魂のペンデュラム。電空に描け光のアーク、ペンデュラム召喚。いでよ我がしもべのモンスターたちよ。エクストラデッキをエンタメイトラクダウン、エンタメイトシルバークロー。何をする気だ。俺はレベル4のエンタメイトラクダウンとエンタメイトシルバークロー2体でオーバーレイネットワークを構築。漆黒の闇より、武道なる力に抗う反逆の牙、今降臨せよ。エクシーズ召喚、現れよランク4ダークリベリオンエクシーズドラゴン。これはペンデュラム召喚からさらにエクシーズ召喚。なんだと。ユウヤがユウトのドラゴンを召喚。なぜ奴がダークリベリオンを。やはり彼が所持していたのか。ダークリベリオンエクシーズドラゴンのモンスター効果発動。オーバーレイユニットを一つ使い、このターンの終わりまで場に存在するレベル5以上の相手モンスター1体の攻撃力を半分にして、その数値分攻撃力をアップする。トリーズンディスチャージ。残るオーバーレイユニット一つも使う。ダークリベリオンの効果発動、トリーズンディスチャージ。攻撃力5200。バトルだ。俺はダークリベリオンエクシーズドラゴンで破傷性イダテンを攻撃。イダテンの効果発動。このカードのレベル以下のモンスターと戦闘する場合、相手モンスターの攻撃力はゼロになる。エクシーズモンスターはレベルを持たない。よって効果は無効。何？レベルを持たないならレベル0ではないのか。反逆のライトニングディスオベイ。勝者は榊優也選手です。いいぞ優也。